この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りします。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。どうしてるの？あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。大ダメージ。これはきつい。
起きなかったよ。 素晴らしい戦いを見せてくれました。 無様だね。 続きまして2回戦。 私をリングに連れてって暗黒フラッグの黒雪姫アナディユキコ。 決戦の火蓋が今、さあ2回戦始まるよ。見えないところまで勝負しろよ。覚悟しろよ。お前も壊してあげる。ラウンド1。 両者の脱落は欲しいところですね。少し焦りが見えてきたか。決心の一撃。 お互い決定打が欲しいところですね。 このまま勝利に持ち込めるか。 起きなかったよ。素晴らしい戦いを見せてくれました。壊れた。壊れた。ねえ早く壊れてよ。私はあんたの壊れた姿が。続きまして3回戦。 その指は基準。運命のゴングまであとわずか。 お次はさ。存在ごと消し去ってやろう。そんなに忘れた。ラウンド1。ファンキー。ラスト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 。ラ
このリードを維持したいところでしょうが、果たして。おっと、少し苦しくなってきたようですね。失敗。
いけませんね。レッラウンド2バルフ、この勢いが続くのか。さあ、そして勝利の行方は。さらに追撃。お互い失敗だと欲しいところですね。少し差が出てきました。勝負の女神はどちらに吠えるのか。吠えてなくとってきたぞ。ああ、待って、どんな展開になるのか。目が離れない。前評判通りの結果となりました。ほんとあんたってどうしようもない豚野郎だね。いいわよ、私が最後までぶっ壊してやるよ。とうとう4回戦、さびれた田舎を踏み台に大英雄に俺はなる。キャプテンルサンチマン金村陽介。一触即発、来ました。あー、うせえ、何もかもがうせえ。ラウンド1プリセチンドキドキ実況始まるよ。お互い決定打が欲しいところですね。このリードを維持したいところでしょうが、果たしてこのまま勝利に持ち込むか。激しい展開になってきた。本当に反して圧倒していますね。ペルソナが封印されてしまった。本当に勝利。この勢いが続くのか。さあ、そして勝利の行方は。攻める止まらない。オープン、少し苦しくなってきたようですね。少し余裕が出てきたようにも見えますが、これはもう勝負は止まらないか。残念、また次。前評判通りの結果となりました。ほんとあんたってどうしようもない豚野郎だね。いいわよ、私が最後までぶっ壊して。ここで現れたのは、可愛い7子は誰にも渡さん、鋼のセスコン番長ナルカミユア。意地と意地のぶつかり合い。ふぅ、ここらで一息、吹いてる場合じゃない。待ったなし、注目の第5回。お前の行き着く先にはラウンド1プリセチンドキドキ実況始まるよ。お互い実践が欲しいところですね。どうぞ、お互い見えてきた。邪魔をつけるか。これを守りきれるのか。このまま勝利に持ち込めるか。痛いよ。少し疲れてきたか。いいのが悪いか。まだまだ負けられない。
僕は感知 100% タイプね。順当に勝利。ラウンド。さあ、調子に乗せてさ。お互い決定打が欲しいところですね。動いてきたぞ。直撃攻撃。防戦一方。厳しいか。直撃攻撃。痛いよ。決め押し切るか。痛いよ。まだ相手を待っている。これはもう勝負は決まったか。バンクロワスは起きなかったよ。圧勝、存分に実力を発揮。ああ、私の勝ち。さて、お次はこいつ。会場は興奮状態だ。ロッどっちが上か見せてあげる。お前らみんな死んでしまえ。ラウンド1ファイト。あ、サウンド1ファイト。キュアヒット。笑っちゃう。ショットミート。壊してやっちゃえ。このリードを維持する。やる。僕は本気 100% ってことね。ハイパー。予想に反して圧倒していますね。体力大幅リード。それで余裕が出てきたか。堅実にラウンドを取り、ラウンド2、次は一体になるか。お互い決定打が欲しいところですね。さよなら。そうだよ。お互い決定打が欲しいところですね。お互い決定打が欲しいところですね。お互い決定打が欲しいところですね。僕は本気 100% ってことね。そうだ、そうだ。両者体力はあとわずか。両者の差はわずか。ラウンドファイナル。いよいよクライマックスよ。お互い決定打で攻撃がピーク。少し余裕が出てきたようにも見えますな。やったわね。いい展開になってきた。うーん、いや、僕は本気 100% ってことね。予想に反して圧倒していますね。はい、はぁ。さあ、とどめを狙ってくるか。ほら、そもい。まだ相手を取っている。これはもう勝負は決まったよ。勝利したところで、理由なら認めない。ゲームオーバー。